はですね、可愛らしいポケモンたちに囲まれながらお伝えしていきます。突撃ライブ、お邪魔していますのは名古屋パルコ東館2階にありますポケモンセンター名古屋です。このポケモンセンター名古屋ですね、明日からリニューアルオープンをするということで、一足先にお邪魔してその様子をお伝えしていきます。まずはですね、見てください、このエントランスですよ。ピカチュウがね、尻尾をフリフリしながら、そして奥に目線向けますとセレビーというポケモンが羽をパタパタさせながら歓迎してくれます。そして後ろの大きな液晶画面にもたくさんのポケモンたちが映ってお出迎えしてくれるんです。この後店内の様子をお伝えしていきます。お楽しみに。ポケモンセンター名古屋から中継でお伝えしていきます。今ですね、ぬいぐるみの販売ブースに来たんですが、ぬいぐるみといってもですね、キャラクターが様々な、ポケモン様々なものがあるんですが、はい、手触りも本当にいろいろありまして、結構ね、もちもちとした食感のものでしたり、こう抱き枕にしたくなるようなこうふんわりとしたものもあるんです。かわいいんです。かわいいですね。そしてですね、ここからはポケモンセンター名古屋の富田さんに中を案内していただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が気になったのはですね、グッズももちろん魅力的なんですけれども、こちらの金のコイキング像ですね、これどういったものなんでしょうか。はい、こちらは光り輝く金のコイキング像となっております。その近くにいるヤオハ、ホゲータ、クワスたちのようにたくさんのポケモンがポケモンセンター名古屋に遊びに来ているので、ぜひ探してみてください。はい、あのコイキング、ご存知の方はあの一般的にはこう赤いコイキングを想像されると思うんですけど、ちょっとね、どこかこう名古屋の特別感、シャチホコを思わせるようなデザインになっています。そしてですね、ちょっとですね、あの今日事前抽選で当選された方がたくさんいらっしゃって見えづらいかと思うんですが、右側ですね、ポケモンカードステーションという場所があります。こちらは何でしょうか。はい、こちらデザインを一新したポケモンカードステーションとなっております。いろいろなイベントを通じてポケモンカード遊んでいただけるスペースになってますので、ぜひ自慢のデッキを持って遊びに来てください。そしてリニューアルした店内にはイベントスペースも設置されたそうです。こちらご覧ください。はい、こちらのイベントスペースでは大型モニターを使用して様々なイベントを開催予定です。ぜひ今後の催しを楽しみにしていてください。はい、そしてですね、このピカチュウに運が良ければ会えるということなので楽しみにしていてほしいんですが、はい、このリニューアルを記念してさまざまなグッズも販売されているようなんですが、説明していただいてもいいですか。はい、こちらリニューアルオープンを記念したグッズが明日からポケモンセンター名古屋に登場いたします。自然と都市が調和する名古屋の街並みをイメージしたアートを使用したグッズや、天むすや小倉トーストを手にしたピカチュウのマスコットなども登場いたします。名古屋飯を前にしてね、とってもこうキュートな表情をしているピカチュウたち、もうね、買い揃えたくなっちゃいますね。可愛い、ピンクしてる。こうしたグッズは後ほどロキポの生配信でも詳しくお伝えしていきます。ポケモンセンター名古屋は明日リニューアルオープンです。この後ロキポの生配信でも詳しく店内の様子お伝えしますので楽しみにしていてください。以上、突撃ライブでした。